ガバオイン天城越え一の駅イズウルカ。はい、どうもどうもどうも。今回2022年8月27日に、ギャバオとステッペンウルフさんで、ヒリゾハマ行って下田で飯食って、天城越えで竹見たぞっていう動画になります。それではよろしくお願いします。はい、ちゅうことでね、ヒリゾに到着いたします。まずはですね、ヒリゾなんですけど、もう海中潜ってます。興味ある方はね、他の編集動画もありますんで見てみてください。伊豆の最南端のこのヒリゾ浜、船でね、伊豆の先っぽまで移動するんですけど、ほんとこの海がね、めちゃめちゃ綺麗で、なんだっけこれ、赤なんとか赤なんとかって魚と、あとね、この時はね、ウツボとかもいましたね。あ、これタイですね。クロダイですかね。まあ、とにかくこう綺麗で、魚もこうじゃんじゃん寄ってきてね、餌なくても寄ってきますよ。で、水深がねちょっと深いんで気をつけないといけないっていうところももちろんあるんですけれども、あ、いました、ウツボ。まあ、ウツボもね、結構ね、接近で取れますから、まあ、ほんと面白いですよ。まあ、本州でね、関東とか、まあ、ちょっと遠いかもしれないけど、まあ、静岡とか、まあ、そのエリアからこう、アクセスがしやすいんで。一言お願いします。めっちゃ健康になりそうな。タバコはやめれそうですか？やめようかと。明日からどうですか、水の中でグラスなんで。なんと。なんと高めで。おじさん、100メートルが220キロ。220キロだよ。あ、ドリンクホルダーあるんですね。そう。絶対落ちちゃうでしょ。いや、落ちない。落ちない。すべてホットドリンクになる仕様みたいな。熱々のやつです。コーヒーメーカーみたいなもんですね、これね。何でも詰めちゃいますもんね。多すぎでしょ、バッグ。すげえ。まあね。でもほとんどゴミしか入ってない。ゴミと工具しか入ってない。下田の道の駅にこの一番の食堂着。じゃあ、さあ、どうします？いろいろあります。地魚刺身定食にしようかな。真珠完食だ。お。サイダー。これ入れちゃう。水のサイダーを。で来ました、地魚なんとか定食。適当。これが山椒。盗撮されてる。ガバオイン天城越え道の駅。さあ、探検するぞ。8月の、8月何日だっけ ?27 か。27日土曜日。明日28日はガバオ焼肉会があります。はい、いや、今日はね、週末雨だったという話が。して、晴れになって。いいぞ、行って。
して走って、今天城越えに戻ってきました。すごい。どうぞ。はい、はい、どうも。はい、ありがとうございます。わさびソフトです。辛い。わさびとソフトでした。はい、常連の先到着。あー、出た。あれー、僕たちはあそこに行くぞ。マジか。マジだよ。行くんだよ。めっちゃ小さ。超涼しいっすね。あー、いいわ。いいね。